デーブ・アーネソン、デイビッド・ランス・アーネソン、デイビッド・ランス・アーナソン、1947年10月1日から2009年4月7日はアメリカ合衆国のゲームデザイナーである。1970年代初頭にゲイリー・アイアックスと協力して最初に出版されたロールプレイングゲーム、ダンジョンズドラゴンズがよく知られている。アーネソンの初期の仕事としてジャンルの基礎を開発し、 ダンジョンの冒険となるような装置を使用して RPG の概念を開発し、忠実な審判を用い、そして空想的なキャラクターとの会話を持つストーリーラインを開発したことが挙げられる。アーネソンは1960年代の10代の頃にウォーゲーミングとなったあるセットの共同開発者となった。1974年、ガイギャックスはすぐ後にゲームを出版するために、 TSR 社を設立し、アーネソンは短期間 TSR 社で働くことになった。アーネソンは1976年に TSR を退社し、ゲームのクレジットと印税を保持するために1979年に訴訟を起こした。彼は独立したゲームデザイナーとしてその後も仕事を続け、1980年代に再び TSR のために短期間働き、 そのまま生涯にわたってゲームをプレイし続けた。アーネソンはさらにコンピューターゲーミングのためにも働き、1990年代から2009年の死の直前まででコンピューターゲームのデザインとゲームルールのデザインを教えた。アーネソンのロールプレイングゲームのデザインワークを成長させたのは、1960年代初期に彼の両親がアバロンヒル社の ボードゲームを買ってあげたことで、ウォーゲーミングに関心を持ったことからである。後に、アーネソンは自分の友人たちに遊び方を教え、このグループは自分たちのゲームをデザインし始め、アーネソンが特に好きな回線ゲームやゲームの新しい遊び方も試している。ロールプレイングの露出という道具は彼の後のゲームデザインに影響を与えた。大学の歴史家で彼は歴史的なイベントを ロールプレイし、そして好ましい方法で記録された歴史と同様の仮想のシナリオをウォーゲームで再制作することに優先的に逸脱した。1960年代後期、アーネソンは後にゲームデザイナーとなるが所属するミネソタ州ミネアポリスやセントポール周辺のミニチュアウォーゲーマーやミリタリーフィギュアコレクターがシューマグループであるに加入した。ウィーズリーは 彼が作成し審判したブラウンスタインゲームの中にいたいと主張し、及び他のマザーのメンバーが参加し、アーネソンは1、1スケールに基づいて非戦闘目標に焦点を当て、近代ロールプレイングゲームの基礎の開発に携わったウォーゲーミングに関して、より独立したプレイと展開のある挑戦の数々が、後の RPG 作品へのステップになった。1969年、 アーネソンはミネソタ州立大学の歴史学生であるとともにパートタイムの警備員として働いた。彼は1969年8月の第二回年カーゲームコンベンションまだウォーゲームが主な焦点だったがに参加し、このイベントで彼はゲイリー・ガイギャックスと出会った。ガイギャックスは1960年代にウィスコンシン州レイク・ジェニーバ・バデトを創設する。 ミネソタ州のアーネソンの家から近い場所であった。アーネソンとガイニャックスは小ネゲームへの理解を共有し、彼らは共同で海鮮ゲームを書き上げる。同作は1971年6月以降から連載して出版され、また単体では1972年にから1975年に改訂版が TSR 社から出版された。1970年の夏、 アーネソンは城の地下に空想の怪物がはびこる複雑な中世のミニチュアを使った探検ゲームを制作し始めた。最初にアーネソンが遊んだ彼のルールは戦闘の解決にじゃんけんを使うものだったが、後の D&D で使われるアーマークラスシステムに似た彼の海戦ゲームで使われた要素に後に書き換えられた。アーマークラスシステムはまたガイダックストによって書かれた。 ルールにも登場した。一方、このルールの欠点を発見したアーネソンはルールをいくつか変更し、自身のロールプレイングゲームのシナリオに適用した。私は以前の2日間、チャンネル後の週末のクリーチャーフィーチャーという5つの怪物映画を見て過ごし、いくつかのコナン小説を読み、私は思い出すことができない。しかし全てほとんど同じだと思った。自分の口にポップコーンを詰め込み、 何枚もの方眼紙に落書きした。その時、私は自分のナポレオンのキャンペーンのすべての厳格なルールに疲れて、それに対して反逆していた。ゲームはチェインメイルから絵の変更を経て発展を続け、D&D の現代のプレイヤーは完璧なゲームよりもむしろキャンペーンセッティングとして記述した。ゲームプレイは現代の D&D プレイヤーとして 見分けがつき、固定された、ヒットポイント、アーマークラス、キャラクター作成、そしてダンジョンの徐行、といったフィーチャーが使われ、この設定はまた一定時間にわたり、具体化され、現在に遊ばれ続けた。アーネーソンは、ブラックムーアを、伝統的ではない中世の設定のロールプレイング。私は限られた数の蒸気力、火薬、そして潜水艦を持っている。さらには、戦車は、 しばらく走っていた。強調するのは、ストーリーとロールプレイングだと記述した。のディテールとオリジナルキャンペーンは、の、グレートキングダムマップで確立された。最初に簡潔に印刷するために持ってこられたのは、デュームズデイブックの13号で、1972年の7月に、キャッスルクルーセイドソサイティのニュースレターにて、そして後に大幅に拡張された携帯のザ。 ファーストファンタジーキャンペーンが1977年にから出版された。D&D とダンジョン探検のコンセプトの中で、後にトールキンに影響を受けたと判断されたものは、お機嫌とし、これは純粋にファンタジー思考ではなかった設定で、最近の歴史及びサイエンスフィクションの要素が組み込まれたか、またはリンクされた。これらは目に見える形で後に、として、 TSR 社から出版され、特にシティ・フコズ、また元のキャンペーンと並行して1970年代初期から中期にがゲームを走らせ、これらのアドベンチャーから開発されたルールセットが1974年に TSR 社から発売された最初の SFRPG である。アーネソンはガイギャックスはすでにゲームメーカーと似たような関心を持つことから、 ロールプレイングに関心があると考え、1971年後半に彼の友人数人とで自分のゲームをガイギャックスに対してデモンストレーションした。電話と手紙で共同研究した後、いろいろなグループや他のコンタクトとテストプレイを遂行し、ガイギャックスとアーネソンは後にザ・ファンタジーゲーと呼ばれるゲームの出版を望んだが、とアバロンヒルはそれを拒否し、 アーネソンはベンチャーに投資する余裕がなかった。二人は他に同様のプロジェクトが予定されていたことから、できるだけ早くゲームを出版する必要性があると感じ、ルールは急いで組み立てられ、アーネソンの最終草案は使用されることはなかこれにもかかわらず、1974年には、ついにオリジナルのを出版するのに必要な資金を調達し、 最初の線部の印刷は年内に完売して、その後数年で売り上げが急速に伸びた。アーネソンのオリジナルキャンペーンから、さらに一層のルールとサンプルダンジョンが、1975年にという名前で D&D のサプリメントとして発売され、商業的に最初に出版された PG シナリオである、後にキャンペーンセッティングの名前になった。サプリメントは、 アーネソンの実際のキャンペーンの詳細な方法のいくつかを提供した。アーネソンは1976年の初めに正式に D&D のリサーチディレクターとして入社したが、年末には独立したゲームデザイナーとしてのキャリアを追求するために退社した。1977年、実際彼は TSR では長くなかったのにもかかわらず、アーネソンはダンジェニーマスター。 s インデックスという、その時点での TSR 社の D&D の資産を書いた38ページのブックレットを出版、その中には、The 5つの D&D サプリメント、さらに7号すべてのが含まれている。TSR 社は、すべての D&D 製品について、アーネソンにロイヤリティを支払うことに同意したが、しかしその時会社は1977年に、 アドバンストダンジョンズドラゴンズ、AD&D AD の発売控え、AD&D は D&D と大幅に異なる製品であり、ロイヤリティを彼に支払っていないと主張した。その応答に、1979年にアーネソンはガイギャックスと TSR 社に対して最初の5つの訴訟を提出した。2年後の1981年3月、 内密の同意の一部として、アーネソンとガイギャックスはその時点から、&D の共同制作者として製品に記載されることに同意することで、法廷の外で訴訟を解決したが、これは二人の間の長引く緊張関係を終わらせなかった。20年後、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社、ワトックが TSR 社を買収し、計画していた D&D 第3版から、 アドバンストを外すことを求めた。ワトックの CEO だったピーター・アドキソンはアーネソンと20年来の問題を解決するために送金額を公害しないことで交渉し、アーネソンは D&D に関する全ての請求を破棄することで合意た1979年、アーネソンとリチャード・エル・スナイダー、オリジナルのブラック・ムーア・プレイヤーは共同で アーネソンが1970年代初期に構想していた D&D の代わりになっていたロールプレイングファンタジーゲームのオリジナルの精神を奪還しようとしたロールプレイングゲームを書いた。1980年代の初期には彼は自分のゲーム会社を確立しのとハープーンをプロデュースしただけでなく自分のロールプレイングゲームアドベンチャーズ・イン・ファンタジーを出版した。 アドベンチャーゲームズは儲かったが、アーネソンの仕事が過剰になり、最終的に彼の会社は2倍却された。ゲーリー・アイギャックスが TSR 社の社長だった1980年代、彼とアーネソンは再び繋がって、アーネソンはちょっとの間 D&D とブラックムーアをシリーズのブラックムーアモジュールセットで再結合した。4つのモジュールのうち3つはアーネソンによって書かれ、 アーネソンによるキャンペーンの初めての詳細なセッティングである。ガイギャックスが TSR 社を追い出された時、アーネソンは計画された5番目のモジュールが出版される前に会社を離れた。ガイギャックスとアーネソンは再び別々の道を歩いた。1986年、アーネソンは D&D の新しいブラックムーアモジュールザ・ガーベッジ・ピッツ・オブ・ディスペアを書き、 ディファレントワールズ市の42号と43号の2階に分けて掲載された。アーネソンはコンピューター産業に足を踏み入れ、4次元の双方向システムを立ち上げ、ミネソタで現在もビジネスに携わっているコンピューター会社である。彼はまたいくつかのプログラミングといくつかのゲームに携わっていた。彼は最終的に自分のコンピューターの会社とコンサルティングを 立ち上げたカリフォルニア州に住んでいた1980年代、アーネソンは子供たちの特別支援教育で働く、機会を得た。ミネソタに帰るまでの間、彼はロールプレイングを教育的利用に教えることを追求し、数学を教えるのにセータメン面体のサイコロを使った。1990年代、彼はグラフィックアートやゲームデザインを専門とするで働き始め、 コンピューターゲームとゲームデザインの教授を務めた。この授業ではルールをしっかりと組み立て、バランスの取れたルール意識を作ることが目的とされている。彼は2008年6月19日に退職した。2000年には、アーネソンはビデオグラファーのジョン・ケントナーとドラゴンズ・イン・ザ・ベースメントで働き、これはロールプレイングゲームの初期の歴史を綴ったドキュメンタリー、フィムである。 アーネソンはドキュメンタリーを説明する。基本的には、オリジナルのプレイヤーとのインタビューのシリーズである、D&D は、あなたの人生にどんな影響を与えたか。そして、オリジナルの RPG デザイナーとのインタビューも、含まれる。例えば、トラベラーの、マーグ・ミラーや、アンピール・オブ・ザ・ペタル・セロンの MA、R ・バーカー。彼はまた映画、ダンジョンドラゴンにカメを出演し、 多数のガニファイアーボールを投げる役柄で登場した。しかし、このシーンは完成した映画では削除された、DVD では映像特典で見る子ができる。アーネソンとダスティン・クリングマンが設立した、サイトガイストゲームズは D20 システム用に、ブラックムーアをプロデュースし、アップデートした。グッドマンゲームズは2004年に新しい、を出版し、流通させた。 1984年、フランキー・アン・モーノと結婚し、マリア、マリアという一人娘を設け、それから二人の孫を設けた。アーネソンは人生を通して、ダンジョンズドラゴンズや、軍事ミニチュア、そして、ミネソタで開かれる、といった、ゲームをすることを楽しんだ。2年間の闘病生活の末、2009年4月7日に、ガンのため、ミネソタ州セントポールで死去。 娘のマリア・ワインホガンは、私の父の世界で最も大きなことは、人生の中でみんなが楽しむことを望むこと、私はみんながしなくちゃいけないことに追われて、楽しむのを忘れてしまうと思うわと話した。アーネーソンは、ダンジョンズドラゴンズや、ロールプレイングゲームの制作で、多数の業界賞を受賞した。1984年に別れは、オリジン賞のアドベンチャーゲーミングアートと、 デザインで殿堂理し、1999年には、死の、この千年期にアドベンチャーゲーミングの領域で、大きな影響を与えた人物に列せられた。彼の死から3日後、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の、D、D&D ウェブサイトは黒く妄想された。ゲーミングの世界の他のトリビュートは、644回及びの2009年4月8日、ノア2009年4月14日に、 ウェブサイトでアーネソンのトリビュートを発表し、オンライン RPG のワールド・オブ・ウォークラフトでリリースした3.1パッチザ・シークリッツ・オブ・ウルダーでアーネソンに哀悼の意を表した。タービンのダンジョンズ26ドラゴンズ・オンライン、現在のダンジェンスドラゴンズ・イベレン・アンリミテッドでゲーム中のルーンズ・オブ・セリーナル・エスロケーションでメモリアルの祭壇が作られた。 彼らはまた、マントル・オブ・ザ・ワールド・シェイパーというゲーム内アイテムを、アーネソン自身によって語られるセリーナルクエストチェーンを、終えての報酬として用意した。メントルの説明は、あなたはこのマントを保持するように励み、感激の存在があなたを囲んでいます。ヒギはうまくケープの端に沿って、絹の裏地にはブラックモアと名付けられた地図の、描画ギヌの裏地に驚くほど詳細ですというものである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。